はい、ということで今楽屋の裏にお邪魔しております。いや加藤さん、お会いできて嬉しい。お久しぶりです。本当にお久しぶりです。あの日比谷野外音楽堂ライブでもそう結構ご挨拶させていただいて、はい、ありがとうございます。イエサーティーサーニバーサリーツアー2017ザ・ファイティングマン初の47都道府県ツアーの、そうなんです、46本目奈良公演が終わったばかりです。そうなんですよ、ね、今日はいかがでしたか。なんか尻上がりにっていうか、お互いの緊張も解けてって、なんかすごく人間臭いと言いますか、うん、なんか僕らもなんとなくこう奈良のみんなとどうやってこうコミュニケーションっていうところがだん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 尻上がりにお互いにこう心を開いていくっていうか、なんかすごくそういう人間臭いというか、そういうコンサートになって、すごく最終的にはあの疲れもいい、心地よい疲れをお互いに感じつつ、はい、いい空間が奈良百年会館すごい最高だったんじゃないでしょうか。そういう意味で、いろんな意味で、はい、で本日が46本目、残すところ12月9日の富山1本です、はい、そうなんです。これはちょっと感慨深いものがあるのでは。そうなんですよね。だからその30周年記念ライブっつって大阪城ホールで最初にやっぱやって、そうですね、でも割とこうなんつうんだろうな、すごい楽しみなんだけど、今日も僕らがやっぱちょっと大人になったなっていうふうに思うのは、そのやっぱり日々ちゃんとこう一本一本なんかその例えばあの若い頃のコンサートですと、もう例えば8曲ぐらいあのファーストアルバム「ファイティングマン」からその「花男」で終わるみたいな、そういうライコンサート、アンコールもやらないで1回で完結みたいな、もう全力で。でも今回そのもちろん全力でやってんだけれども、そのだから何つうんだろうな、日々更新っていうとちょっと口はばったいっていうかあれなんですけど、まあ、非常にそういう意味ではこうなんつうんだろう、でも常に進化してるのを感じます。いやーそうね、だからその、うん、ちゃんと修正して、その前回の例えば俺たちの明日が、はい、こうちょっとこう感想うまくいかなかったっていうと、必ずその、まあ、あの東京でリハーサルしたりとか、まあ、あとそういうこうコンサートの前にもう一回ちょっと復習したいとかっていうこと、そうなんです。だからそ結構練習もきちっとして、まあ、同じ曲なんだけれども、必ずその、 あのメニュー変わらないといってもちょっとだ結構ね、だからその考えっていう意味ではすごく日々終わった後に考えがあるし、うん、いい感じですねバンド、ただすごく嬉しいんですよ、うん、ソールドアウトってのは嬉しくて、我々初めてですから、こんなに全部ソールドアウトって、まあ本当にありがとうございます。これからもあの FM 心でちょっとよろしくお願いします。はい、もちろんいつもながらと言いますか、今後とも、うん、悲しみの果てに何があるかなんて。デビュー30周年イヤー2017年を一言で表すとどんな言葉になりますか。2017年、うん、今年いやこんなね、やっぱこう私自分でね、ああやって自慢話みたいなのをステージ上でするのは、若い時はもう本当に逆なことばっかりやるみたいな、もう絶対喋らないし、なんかこうやっぱそういう意味じゃ突っ張ってねやってる人、そういうところももちろんあるんだけど、今でもでもなんかすごく祝福、僕ら30周年をこれほど素直にお客さんもね祝福してくれて、してくれてるんだと思う、自分のことのように。で自分たちも祝福して、すごくこうそういう相乗効果だから、こういうこともあるんだなって、30周年でね、便乗商法なんていうふうな言い方もちょっとしたりとかしてちょっと言ったけどでも便乗商法悪くないっていうか、それで分かりやすくなるんだったら、なんか取っかかりになるんだったら、こんな素敵なね時間がそれによってね作られるんだったら、便乗情報もどんどんやろうじゃないけども、よかった、すごいいい便乗情報になりました。今目をつぶりながらね、はい、ちょっと喋られてたんですけど、はい、すごい幸せそうな顔でした。ありがとうございます。なんかいろいろ思い出しながらね、うん、ステージの感じ、今日のね、うん、いいツアーだし、はい、いいライブだったということかなと思いますが、 はい、そしてこの番組にも本当にたくさんの祝福の声が届きました。すごかったです。ありがとう。年末紅白歌合戦に初出場ということでおめでとうございます。もう、ね、本当にありがとうございます。本当に皆さんというか、みんなねワクワクで、私がやっぱりワクワクで、ファンの人っていうのは本当にね、まあ、ステージ上とそのねあれっていうことなんだけど、でもやっぱ生きてるとやっぱね、お互いに、まあね、
面白いもんでね、ベタベタしちゃってもいけないんだけど、でも一緒に祝ってもらってとっても嬉しいです。ありがとうございます。あの渾身の歌を、まだ何か決まってないんだけど、ま、決まってないです。そうなんですよ、みんなね何歌うんだろうって、すごい、ね、そうなんです。あ、そうですか、何でもいいんですけどね、こっちは。でも、まあ、いずれにせよ渾身の歌を、はい、あの歌いたいと思いますんで、はい、あの楽しみにしていてください。ありがとうございます本当に、はい、そして最後に FM 心リスナーにメッセージをじゃあお願いします、はい、そう、レディオクレイジーにも今年呼んでいただいてますんで、ね、そうですよ、年末にも行きますし、ね、そうですね、でも本当にあのみんなありがとう、あのすごい、あのこういう、あ、みんなありがとうって変だな、お互い様ですけどね、まあでもそのなんかこういう、ずっとなんかこう何十年もね、あ、何十年ちょっとあれですけど、あのずっとこうなんつうんだろうな、定期的にこうやって温かくね、我々のことをこうなんつうんだろうな、まあ、追いかけてるわけじゃないんだけども、追いかけてる、ありがとうございますあのもう加藤さんともね、ずいぶんもう20年来のあれですからね、もうありがとうございます、こちらこそ、はい、でそういうこうなんかずっとこうなんか一緒にね、なんかこう歩んでる感じがして、うん、あのこれからもあのよろしくお願いします。よろしくお願いします。良いお年を。はい、はい、今年も本当に一年ありがとうございました。髪型短くて似合ってます。そうなんです、もういろいろチャラチャラしようと思っていろいろ努力してます。はい、チャラチャラしたいなと思って、はい。でもリスタートの、はい、あのおかしいですよ、ビデオで、ね、はい、七三に、そうなんですよ、で前一回やりたいってお風呂上がりにやってるって七三分けが、あ、言ってました、やっぱもともと七三分けね、すごい好きで評判悪いんですよ。であのヘアメイクの方のとこ行くと、もうすぐあの髪の毛を豪快に立てられちゃうんですよねそういうものみたいで、自分で七三分けにすぐ戻しちゃうんですけど、でも短いのも似合って、ありがとうございます。しかしライブ終わった後爽やかですね。いろいろね、やっぱりさ、汗もかくし、なんか楽しいんでしょうね、なんか。こんな終わったばっかりで、そんな爽やかな顔されてるとは。これ、3時間ぐらい経つとね、うん、あの、来るんですよ。あ、そう。終わった後、やっぱこう、気持ちが高ぶってるし、こう、みんなとこう、対峙してるから、うん、いろんな、やっぱりこう、それこそみんなの笑顔も見えるしね、うん、後半に向けてね、まあ、いろんな思いされた方いるんだけど、はい、はい、爽やかです今現段階では。3時間後には結構、はい、ゆっくり休んで、はい、ありがとうございます。今日もありがとうございました。ということでエレファントカシマシ宮本浩次さんをお迎えいたしました。時の流れに身を委ね、例えが浮かぶあの雲みたいに、心よ自由であれ、そうさ私は風の旅人